曽ヶ畑さんです。よろしくお願いしおま願いしす。まもうす。危ない、選手って言いそうになります。往路選手賞受賞おめでとうございます。おめでとうございます。なんかどんな感じですか、そういう賞をもらったっていうことに関して。違和感というか、まあ、思ってなかったので、まあ、嬉しいですし、まあ、久しぶりにこういう J リーガーオーズっていう雰囲気を、まあ、なかなかし、現役最後の方が優勝っていうのもなかったので。ああ、そっか。なんか、常連みたいな雰囲気もね、鹿島になるとあったりもするけど、そっか、最後の方はそういうのがなかったわけ。でも、23年やったじゃないですか。うん、で、今、コーチとしてやってますけど、なんかどういう感じなのか、生活とか。まあ、クラブハウスにいる時間、確実に選手の時は長くなりました。そうですよね。早い、出勤早い。早いです、選手の時全然早いです。まあ、当たり前のことなんですけど、慣れないの、慣れた。もう慣れたでしょ。そうですね、はい。ペースとしてはもう慣れましたけど。でもね、キーパーコーチは今2人じゃないですか、体制的には。はい。で、それの役割とかも違ったりするんですか。基本的にはもう手伝いながらって感じで、佐藤洋さんがメニュー決めて、それを手伝いながらやって、試合で遠征でいないとき、試合当日のホームのとかの練習のときは僕がメニューを決めてやってるっていう感じですね。なかなかね、2人でやるっていうかないもんね、アップのときでもね。他のチームとかとあんまり見たことないような気がするんだけど。今、マリノスは。マリノスがそうか。あ、そうか、鉄がいるからね。鉄が茂田とか言って、稲本鉄がいるから。鹿島は今、ちょっといろいろ変わろうとしててさ、その自分がこう選手としてやってきたものをどういうふうに伝えていこうっていうふうに、自分の中では思ってるんですか。なかなかこう、ね、さっきも言いましたけど、自分の現役の最後の方もなかなか優勝できずっていう形だったので。難しさをすごく感じながらやめて、で悔しさも残りながらやめてって感じでしたし、まあ、今年1年に関してもなかなか成績がこう安定せず難しさを感じながら終わったっていう感じなんですけども、なんか気づいたことは言いながら、聞かれたことは言いながらっていうところではありましたけど、なかなか難しいなと思いながら、はい。でも選手の時もさ、まあ、自分がベテランでもう一人ベテランの選手がいて、で若い選手がいてっていうような形で、こういろんなこう世代間がちょっと違うような感じで取り組んでて、で今年は自分がそれを、まあ、コーチの立場になって、でまたベテランの選手がいて、若手がいて、若手が伸び出して、それを使っていろんなことに多分気を使うのかなって思って、ちょっと外からは見てて思ったんだけど。気を使う、でもまあそんなにこう気を使うって感じはなかったですけど。あ、そうなんだ。はい。でもまあ練習の雰囲気であったりとか、そういうところはまあ基本的にキーパーは別でやる時間はまあ主ですし、まあそういうところの雰囲気のところで手伝いができたらなっていうふうに思いながらやってたって感じですけど。ゴールキーパーって最近こう新しくというか、求められる仕事の量もすごくこう最近は増えてきているような印象があって、でそういう部分みたいなのもやっぱりこういろいろ吸収しながらこう指導するみたいな形になってくるんですか。そうですね、そこはまあもちろんチームのやり方っていうところももちろんあると思いますし、監督の求める部分が変わればキーパーの役割も変わってくると思いますけど、まあ、まあでもやっぱりキーパーまずはゴールを守るっていうことがやっぱり大事ですし、そこからいろんなことがついてくるかなというところだと思いますけど、ね、アントラーズというのはこう、なんかキーパーとして後ろから見てて、今年は強いなじゃないけど、あ、いい形でいってるなとか、今うまくいってないなとか、そういう変化ってあったりするの？同じようにずっと流れてってるの、アントラーズっていうクラブ。でもやっぱり選手変わればそういうとこ変わってくると思いますし、実際変わってたと思いますし、それはもう僕自身のプレーも影響することももちろんありますし。だってさ、ある意味こうライバルをどんどん当てられる時あったでしょ。あったじゃない。
でなんかこう、もう世代交代みたいな感じでさ、なんかなりかけるだけど結局戻ってくるじゃん、うん、そういう印象がめちゃあるのよ。そうですか。あれすごいある、やっぱりすごかったじゃんっていう。ありますよね。あるよね。めっちゃありますね。うん、それは何なん。いや俺だろみたいな感じなの。意地ですよそんなん。もう自分が出てやるんだってやっぱ常に思ってましたし、うん、負けたくないと思って常に思ってやったので、うん、まずはやっぱりピッチに立ってそれでチームの勝利に貢献できるとやっぱ思ってやってたので、まあどんどん若い選手が入ってきたり、まあ、最後のグムスンテが入ってきたり、うん、まあ、それでもはいじゃあどうぞっていうふうには思わなかったですし、それはもう選手ね、プロとしてはみんな持ってることだと思いますけども。自分でメンタルは強い方、うん、まあ強い方だとは思います。まあそれはでも最初の頃に出始めの頃20代前半とかに比べたら確実に強くなったと思いますし、それはもういろんな経験をしてってだと思いますけども。大木くんがずっと曽我原選手に憧れてたっていう話を、僕ジュニアユースの時に彼に話を聞いてて、その時にも曽我原さんがっていう話をが出てたんですけど、そういう選手がユースから出てきた、そこはどう捉えていらっしゃいますか。いや僕直接聞いてないんで分かんないですけど。なかなか言えないね。言われたことないですけど、ね、直接。でも、まあ、まあ僕自身ユース上がりでもありますし、まあ、今で言ったらユースから上がった山田もいますし、まあ、フィールドの選手でもね、今主力でやってる町田だったり翔馬だったり、うん、まあ、キーパーに限らずユース選手の動向であったりそういうとこやっぱすごく気にしてますし気になりますし、うん、まあ、僕自身も、地元出身で、大きいも地元出身ですし、まあ、さらにそういう選手がどんどんトップに上がって中心選手として戦う選手が増えてほしいなっていうのは、まあ、キーパーに限らずすごく思ってますそれは。あと大木選手がこうやっぱその曽我原選手の振る舞いのところをすごい真似したみたいな話をしていて、うん、そういう部分はこうなんかお手本として、言ってみれば、ね、23年間その鹿島でゴールキーパーを夢見る少年たちのお手本として背中を見せ続けてきたわけじゃないですか。でその結果として大木選手が出てきたっていうところもあると思うんですが、そうですね、まあ、そういう選手がどんどん増えてほしいと思います、まあ、僕自身を、プレーを見てる選手がまあその辺の沖だったり山田だったりっていうところぐらいになってきてるので、まあ、それを今度、ね、沖だったり山田が、ね、ユース上がりの選手がそういう中心になってやってって、まあ、その背中を見てまたそういう選手が増えてほしいなと思いますし、まあ、それはね今で言ったら、まあ、スンテだったり、まあ、新しく入った早川もそうですし、アントラスの選手に憧れるっていう選手が増えてほしいなというふうに思います。だって J1 で533試合ですよ出てるの。自分桁違いですよ、ね、桁違い。自分がプロに、まあ、ユースから上がってピッチに出れ、ピッチでこう試合に出れるようになって、はい、自分のこうキャリアってどういうふうに考えてました。いや当時で言ったら30ぐらいまでできれば長い方だっていうイメージだったので、うん、まずそこのラインぐらいはとは思ってましたけど、まさかですよね40超える10年以上もね長くね、うん、でも自分の中でこうコンディションとか、まあ、大きな怪我っていうのはないことはないですけど、うん、まあ一回、膝怪我して半年ぐらい休んだ時もありますし、まあフィールドの選手だったらできないような怪我も、あキーパーだからできるっていう怪我もありました。なるほど、うん、まあ、それがねゲームにだったりプレーに、まあ、影響ないことはないですけど、ゲームにやっぱり影響するんだったらやっぱり出るべきではないと思いますし、うん、まあ、その怪我をありながらも自分自身はできると思って、まあ、練習もやってましたし、うん、これだけの長いキャリアをこう築けた最大の理由ってご自身ではどこにあるって思ってますか。いやでも僕より数多く出てる選手はまだ全然上にもいますし、年齢的にも上までやってる選手もいるので、僕が言うのもなんか難しいですけど。いやでもやっぱりね、上昇軍団と言われてるチームでこれだけ長く出続けるのは結構大変だと思う。これはすごいことですよ本当に。
そうなんですかね、どうなんでしょう、分かんないですけど。いやいや、いやすごいでしょ。だって柏ですよ、柏で出続けて500試合ですから。そう、これはすごい話ですよ。あんまりみんなにそうやって言ってもらうことなんで、ちょっとむずがゆい感じはありますなんでやっぱりね、近年まあちょっとタイトルから遠ざかっちゃってて、まあ選手たちとかクラブの人たちもみんなこれじゃダメだっていうふうに感じてるかもしれないけど、それまではやっぱり日本で一番タイトルを持ってるチームだしさ、やっぱそこをずっと長くね、こう現役で張ってきたっていうのは、もうなんで誇りに思っていいんじゃないですか。ありがとうございます。間違いないですね、というふうにもう間違いないでしょ、はい、もう功労選手賞をいただいたもうこの時ですから、もう大々的に思ってください。そうですよ、本当に、ね、本当だよね、うん、今日ぐらいですよ、はい、うん、でもなんかその謙虚な感じがやっぱりそういう、そうなんだよ、大きな原動力なんですよね。それもそうですよね、やっぱりね、ソガちゃんのキャラなんだよね、そこ、なんかね、そうですよね、常にね、厳しいなっていう感じも当然するんだけど、これちょっと笑われちゃったり、これニヤッとされちゃうと、はぁーってなっちゃうみたいなところあるんだよね。そうっすよね。最高だよね。でもこれからまあキーパーコーチとして、どういうふうになっていきたいと思ってますか？まあ引退会見の時にも言いましたけども、価値をもたらせることができる選手をやっぱり、まあ漠然として難しいところではありますけども、まあやっぱりそういう選手で、そういうキーパーが出てくるように、手助けできればなというふうに思います。まあ、それはやっぱりメンタル的な部分もそうですし、技術的な部分もやっぱりね、高めないといけないと思いますし、ゲームを読む力だったりっていうのも大事ですし、まあ、教えてできることとできないことはもちろんありますけども、まあ、その手助けができればなというふうに思います。キーパーもやっぱりね、こう深いからね。そうですね。僕らが知らない以上に多分やっぱりキーパーの世界がやっぱりあるから。そういうのはね、曽川さんじゃないと教えられない部分があるし、指導できない部分もあると思うし、ぜひ頑張ってもらって、あとは何だろうな、ご自身みたいにビッグセーブでゲームをね決められるような、やっぱりね、そういう今サッカーはやっぱり点を取ったもそうだけど、やっぱりどれだけ防いだみたいな、この場面でそのキーパーのビッグセーブがこの勝利を呼び込みましたみたいなシーンも多々出てくるので。そうですね、はい、ね、そういうスケールの大きいキーパーが出てくることを願って、はい、いや、憧れてた人に教えてもらっている人がいるわけですからいや、そうですよね、一番の誇りですよね、それね、いや、本当ですよ、すいません、ありがとうございました、忙しい時間にありがとうございました、おめでとうございました、ありがとうございます。